上口外動脈は、頭頸部の動脈で、顎動脈の枝である。上口外動脈は、翼口外下にて、顎動脈より起こり、上口外孔を通り、上尾動脈方から鼻空に入り、ここで、最上陰頭動脈、外側の尾動脈が発する。腸頸骨下面を越え、鼻中隔で終わり、中隔語尾枝となる。この動脈は深刻な微出血の際に鼻内視鏡を、 用いて血殺がなされたり、また、血殺が困難な場合には、即戦術が行われることがある。有り方、正彦瀬野せ鈴木美希を桜井博士徳、し島一郎、清水いちろう、しみず出血症例の検討微内視鏡、下血管クリッピングを中心に、日本自備院工科学会開放第109巻第8号、日本自備院工科学会、 2006年8月、649から654ページ、ドイ、10.3950、ジビーンコカ、109.649、イ衣春0030から6622、ネイド100億1833万2857、ジョイ、JST、ジャーナラークブ、ジビーンコカ1947、109.649、2011年10月30日、閲覧。 菊池茂、ジビーインコ統計部外科の救急医療備出血、日本ジビーインコ科学会解放第109巻第6号、日本ジビーインコ科学会、2006年6月、548から551ページ、土井、十点三九五零。ジビインコ九点五四八4 8衣春0零3 0から六百二十二ネイド百億百三十三万千四十三。 Joy, JST, ジャーナラーク部ジビーンコカ1947-109.548-2011年10月30日、閲覧。この項目の一部は、現在パブリックドメインとなっているグレーの解剖学からのものです。ありがとうございます。